どうも、南光一です。私は熊本市立千原台高校の校長をしています。このチャンネルではですね、皆さんの役に立つような情報を、お届けしています。さて、今日のテーマです。今日のテーマはですね、意志力を鍛えるというテーマでね、お伝えしていきたいと思います。皆さんはですね、自分の意志力に自信ありますか？実は私はですね、全く自信がありません。子供の頃からですね、意志力が自分が強いと思ったことはほとんどなかったですね。例えばですね、小学校低学年の頃、私は母親から勧められてですね、絵画教室、それから体操教室、こういったものに通った経験があるんですけども、どちらも全く長続きしませんでした。そして、美術は残念ながら私の苦手教科の一つです。絵を描くことはとても苦手です。それから私、体育の教師なんですね。体育の授業はするんですけども、その中でも機械体操は一番苦手ですね。実は、教員採用試験、教員になる時もですね、鋼鉄棒での毛上がりがね、なかなかできないということで、小学校の教員のテストはですね、同じ機械体操でもマット運動だったんで、そちらの小学校の教員の採用試験を受けたぐらいです。ということでね、なかなかこう自分が始めたことを続けられないという人はね、私以外にもたくさんいるんじゃないかと思います。そこで今日はね、自分の意志力を鍛える方法、これをですね、皆さんにお伝えしていきたいと思います。方法は2つあります。まず1つはですね、意志力とは何かをまず知ることですね。で、今日ですね、私が参考にしたのはここにあるですね、ケリー・マクゴニガルさん、ちょっと難しいですね、という方が書いた、スタンフォードの自分を変える教室というですね、この本をですね、参考にしました。で、この本によるとですね、意志力というのはですね、3つの力で構成されているということです。それはやる力、やらない力、鍛える力、この3つですね。で、これをですね、間違えました、望む力、やる力、やらない力、望む力、この3つですね。これをですね、鍛える方法はいろいろあるんですね。この本の中には、前頭前室ですね、脳のそちらの方が司っていてとかですね、いろいろ詳しく書いてありますので、興味のある人はぜひ読んでみてください。じゃあ具体的にそれを鍛える方法、一番おすすめなのは、まずは5分間の瞑想です。瞑想というとですね、すごく宗教的で難しいようなイメージがあると思いますけども、これはやり方は簡単です。今から説明をします。まずですね、体を動かさずにじっと座ります。よくですね、日本だとですね、座禅ってありますね。あれも瞑想の一つですね。あぐらをかいて、座る。それでもいいですし、あるいは私が実際やってるのは、ベッドのところにですね、腰掛けて、そして、背筋をまっすぐ伸ばして、足を床にピタッとつけて、そしてじっとするということですね。まず、体を動かさずにじっと座る。二つ目にやること。呼吸に意識を集中する。これは、という感じですね。吐くこと、それから吸うこと、これだけに意識を集中するということですね。これだったらできそうですね。でもですね、私もやってみますけども、実はですね、呼吸に意識を集中しようとしてても、必ずいろんなことが頭に浮かんでくるんです。あ、今日あれしなきゃとか、あ、これもしたすることあったぞとか、忘れてたとか、そういう時必ず皆さんもあります。そういう時は、これが3つ目の方なんですが、気が散り始めたらもう一回呼吸に意識を戻す。これだけなんですね。で、ずっと、最初は5分間、呼吸に意識を集中することはできなくても、散り始めた意識を呼吸に戻すということが、これが意志力を高める訓練になるんだそうです。で、私もまだやり始めたばっかりで、今5分間やってます。できるようになったらですね、これを10分、15分、15分ぐらいやればね、すごく効果があると言われています。ぜひですね、皆さんも試してください。今日はですね、意志力を鍛える方法をお伝えしました。コロナウイルスですね、巣ごもり生活が増えている人が多いと思います。ぜひですね、まずは5分間から瞑想を始めてもらって、自分の意志力を高めていくといいなと思います。私もですね、やってみて気づきました。この前やっててですね、ちょうどこの鼻のところがですね、痒くなったんですね。で、痒くなったけど、書きたいなと思ったけど、その時にもう一回呼吸に、吐くことと、吐き切ったら吸うこと、これに意識を集中することによって、そのうちかゆみを忘れたんですね。あ、これが意志力のやらない力なんだなということを実感した瞬間でした。まだまだ私もやり始めて日が浅いです。皆さんもぜひチャレンジしてみてください。
さて、このチャンネルではこういった皆さんに役立つ情報をお伝えしています。チャンネル登録また高評価をお願いします。ではまたこのチャンネルで会いましょう。では皆さん、またね。